ゲームセンター CX ナビゲーターはよいこありの。芸能界きってのゲーム好きがクリエイターの。すごいアタッシュケースやなこれ。欲しいな。これ下げて曲とかやりたいな。こんにちは。あ、こんにちは。バイオハザードの小林さん。はい、プロデューサーです。あ、いろいろ話聞いていいですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。特殊部隊スターズのメンバークリスとジルがゾンビの徘徊する洋館から脱出するサバイバルホラーバイオハザード。その人気は海を渡り全世界で340万本を記録。続くバイオハザード2では部隊を街へと拡大しゾンビとの戦いはさらに熾烈。深みのあるストーリーが展開される。そしてゲームキューブで発売された最新作バイオハザードゼロではグラフィックの向上に伴い細部に至るまで徹底したこだわりを見せその恐怖を際立たせた。加えてパートナーザッピングと呼ばれる新たなシステムを導入。アクションゲームとしての進化も遂げる。小林さん、はい、最初からカプコンに入ってあるんですか。そうですね、僕 3D の、はい、まあ、ゲーム作りたいっていうか 3D やりたくてカプコン入ったんですけど。その時何やったんですか。その時にあったのが当時あのホラーって呼ばれたんですよ、バイオハザードが。まだタイトルがバイオハザードって決まってなくて、はい、で 3D やりたくて会社入って、うん、やっぱりやってたと思って 3D やらせてくださいって言ったらバイオハザードチームに 入ることができたっていうか。あ、タイトルです。バイオからですか。バイオからです。の何役で入ってあったんですか。最初ね、僕プログラマーだったんですよ。だから、はい、パソコンでカタカタプログラム組んでたんで。その時はこれ面白いんちゃうのって思ってたんですか。なんか新しいっていうかその、はい、日本にないゲームだったんですよね。ないですよね、うん、それはなんかヒントにあったゲームかなんかもあるんですか。ヒントっていうか元々はですね、このバイオハザードの根源っていうか、はい、あのカプコンでファミコンですね、ただの、はい、スイートホームっていうあの邦画で伊丹十三さんが邦画で撮られた映画と同盟っていうか、まあ、タイアップしたと思うんですけど、はい、そのゲームがあってですね、それカプコンで作ったんですけど、はい、そのゲームがすごくよくできてて、それホラーゲームなんですけど、はい、あの主人公何人かを操作しながら解いていくアドベンチャーゲームなんですよ。バイオハザードの元となったスイートホーム、容量の少ないファミコンソフトながらクオリティの高い作品としてバイオハザード開発のヒントとなった。どんな社内の評判やったんですか。いや結構社内的には分かれてたんですよ、はあ、こんなゲーム売れないよとか、うん、あこれ面白いから絶対あの他のチームの人なんですけど、はあ、買うよって言ってくれる人もいれば、社内でも結構賛否両論で分かれてて、両極端だったんですか。両極端で、まさかこんなに売れるとはみんな思ってなかったですね。ヒットした要因っていうのは何を思います。だからこだわりの勝利みたいな。銃を撃つじゃないですか、はい、野球は飛ぶんですよ。ああ飛びますね。さらにコロンコロンコロンとこう、うん、さらに音まで、うん、あの余韻があるっていう、はい、そういう野球一つにとっても細かく作ってるとか。制作者の細部にわたるこだわり続けた思いがバイオハザードのヒットを生んだ。そして続編バイオハザード2の制作に着手するのだが、1回作ったんですね、1が終わってから1年間で、はあ、1.5 っていう呼ばれてるバイオハザードがあって、はあ、まあ、要はバイオ2を作ってたんですけど、はあ、もうこんなんバイオ2として売るのは恥ずかしいってことで、うん、ペンディングっていうかもう中止になったんですよ。当時はバイオハザード2にするつもりだったんで、バイオハザード2ですね、はあ、何が一番違うって主人公の名前グランドビットマンじゃないですか。あのレオン・S・ケネディですから最終版は、はあ、名前がまず全然違いますよね。ホラーゲームって思いにくいなんか感じですね。なんか2ではこうだとか死にそうじゃんとかどれも残ってないですね。バイオ2でプレイされてたら分かりますね。バイオハザードの進化、細部へのこだわり、その中にはプロデューサーすら気づかない部分もあるという。
その他なんか細かいとこってあるんですか。これ気づいてる人おるんか分からんねんけど、ね、気づいてないのはね、このリメイクの時にねゴキブリ出るんですけど、これで、うん、はい、とある部屋で、ね、そこの一部屋だけなんですか。いや何部屋か出るみたいなんだけど、はあ、僕も分からないんでそれこっそり入れてるんですよ。プログラマーが勝手に入れたと思いますか。いやそれはプログラマーとグラフィッカーが組んでこっそり入れてるんで、うん、知らんところで入れられたんですか。僕知らないところに入ってましたね。こちらがスタッフが遊び心で入れたゴキブリ登場のシーン。他にもあるんですか。スターズっていうあの特殊部隊の部屋があるんですよ、はい、RPD という警察署に、はい、スターズ部屋っていうのは、はい、そこの中でさっき言ってたウエスカーの机を、はい、100回か200回調べると、うん、このレベッカの写真が出てくるんですよ。こちらがレベッカのお宝写真。常に進化し続けるバイオハザード、そのシリーズ最新作バイオハザード4の衝撃事実。なんか変わってるとこあるんですか。バイオ4、じゃあ1個だけ、はい、ここだけの特ダネを、去年の秋に実は発表して、バイオ4っていう、うん、こういう絵ですよとこう映像バッて見せたんですよ、はい、で今年の5月にアメリカで E3 っていう世界最大のゲームショーがあって、それもバッて出したんですよ、はい、来年こう発表またするんですけど、はい、全く変わりました。また二等身とかですかそれ面白いですね迷ってるんですか。その通りです。迷ってたんですよ、はい、あのなんでかっていうと、こんだけバイオ出たわけじゃないですか。そうですね。また今更同じゲーム、要するにゲームシステムでバイオハザード出してもしょうがない。車で例えるとフルモデルチェンジ、はい、で今まではマイナーチェンジだったと、うん、でここで1回フルモデルチェンジをしようってコンセプトをもとにバイオ4を作ってきたんですけど、はい、まあ、簡単に言うとうまくいかなかったんですよ。もう一つフルモデルになれへんな、なりきれてないなと、はいはい、っていうのがあって、やっとフルモデルチェンジできたんですよ。来年には発表しますんで、この映像を見せときながらこれ変わりますってひどい話ですよねそうですよね。世界最大のゲームショーに出しててそう試行錯誤の末新しく生まれ変わるバイオハザードに期待したい。じゃあ、最後に小林さん、はい、あなたにとってゲームって何ですか。あの小学校からファミコンなんですよ、はい、ほぼゲームべったりなんで、まあ、ある意味人生ですね多分、はい、これからもずっと続くと思うんでゲームっていうのは、うん、人生じゃないのかなと。